ます。おはようございます。はい、寒いです。でもいつの間にかちょっとサドルが上がっとったりやってるんで、まあ自分気づくのが遅いんですけど、うん、でも気づけばちょっとなんか足短くなったのかなぐらいの勢いで、まあ、でも周りすごい恵まれてるんで、うん、いろんな人がバイク誘導してくれたり、ああそうだね、最近はいバイク誘導岩見さんとか栗さんが引っ張ってくれて、で結構タイムも出るようになって、うん、やっぱりその岩見さんとかしっかり見てくれてるんで、だいぶ柔らかいです。だいぶ柔らかいです。だから僕はその大きい毛はしないです。ああ。
そうだ。あ、こんだけ一人したらもういいわ。ここで？はい。マルファンで？はい、マルファンで。持ってくぜんなものお前鏡もんで。写真判定いかれた？はい、いかれた？いかれました。門脇さん。門脇さん。これ。もうミホがプレッシャーで俺もわかんわ。もうあが。もう上げといて、上げといて、もう帰ってくる。はい。ニールは、はい、ミサオさんの、はい、奥さんにの行きつけのところに連れてってもらいました。純的にすごく可愛くてテンション上がりました。あ、じゃあちょっと横向いてもらっていいですか。なんか目元がちょっとちゃうな。それはちょっと昨日、はい、行ってきました。え、どこに？昨日ちょっと大学の、はい、方に挨拶しに行ったので、大学の友達と、はい、松江区をしに行きました。ああ、どうですか、仕上がりぐらい。そうですね、まあ、ちょっと、予想以上に、まつげが生えたので、よかったと思います。じゃあ次はどこをメンテナンスしましょうか。次は、まだ何も考えてないんですけど、はい。次はメイクですか。そうですね。バランス悪いね。後ろの氷にチュン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 言うやんで、これトッパーバーバーバー。まあ踏み方はそういう踏み方しようじゃない。力の中で、分からんでもない、氷が通るって。でも重心ってやっぱこの
ここなんだな。ここに悪いとかないんだ。はい、いやす。ああ。クランプはこっちが重心なんだ。これお前、切れそうぞ、お前。うわ、重いね、全然ないやん。上がるぞ、お前これ。うわ、なんで。ちょっと。これ、かやのチキータイヤ。ちょっとね、かえよ、これ。うん。爪でやっちゃったんやん、爪。お前一人でこけんやったらいいけど、お前。マモちゃんこけたらええやろ、お前。ああ、ちょっと整理したいで。ほら、ちょっとそれどうも。ただ完成です、前へ。後ろちょっと整理したいで。さあ、完成じゃな。もう余裕で合うけど。余裕とかもうダメです。もう全然。何やった。後ろに乗って。
の厳しいわ、偉いわ。いや、ナイスランでした。まだまだやね。抜かれて走らないからな。カトマクさん抜けなかった。行く前に練習して、あ、見たショック。もう終わるもん。最近抜けない。最近抜けやな。ママには強かったんや。はい。ちょっと出足ようになったもんな。はい。ママじゃな、前はピュッとつけとったけど。調子悪いか思わなかった。それは門脇さん。門脇さんに。そんなもんまだまだ合わないって俺も。俺も心理ヒットで抜かれない。俺たち。じゃあ一人2分ぐらいかな。時間的に。やりたいことがあれば自分で。全然 NG 言葉もないないので、好きなこと言っていただければいいかな。みおちゃんはどんな選手ですか？歌と踊りをダーサそうですね、はい、はい、急にかまなんで急に小声小声なのこれと言ってこれと言ってない。はい、うん、ウエイトはすごい。でも上げる。あ、そうなんですかね。はい、ウエイトはだって陸上でもだって投てきでしょ。はい、なんで、うん、ベンチとかも結構あります。どういう部分で、まあ、中学校の時にちょっと
モテ子大会に行くときに、ハードルと本願抜きをしていて、ハードルがちょっといけなくて、ちょっと本願にちょっとかけたのを買うときに、リビュー戦がついに決まりました。はい、今の状況はどうでしょうか。そうですね、まあ自分らの改正の一番強い梅川さんと、またその先輩の高木真紀さんとデビュー戦が一緒なんですけど、はい、頑張りたいと思います。そうですね、まあ夏サッカー四日市以外あんまり走ったこともないので、まあ東京っていうこともあり、すごくお客さんもいっぱいいると思うので楽しみだと思う。楽しみです。自分の力が出し切れるように、はい、たくさんいい先輩方もいるのでしごいてもらいたいと思います。
危ねえ危ねえやばいで何秒ですか12.4イエーイ終わりああいい状態だ俺も一発集中やっちゃうけどもういい練習だ最後良ければ全て良い